去年も3位、今年も3位で、本当に悔しい思いをしているし、今年に限った自動昇格を狙ってた中で、今年も去年と一緒でプレーオフに回ってしまったんで、去年と同じような結果にならないように、いい準備をして、最後、国立で一緒に喜びたいです。ここに来てから最初に大怪我をして、1年棒に振って、2年目意気込んで上がれなかったんで、今年にかける気持ちっていうのは個人的にはすごい強いんで、本当何しに来たんだって言われるないようにしっかり J1 に上げて、 J1 でいいプレーを京都で見せたいです。本当お世話になってるクラブなんで、早く J1 で、このチームとまた自分も成長できたらいいなと思ってたし、それができると思ってたっていうか、絶対上がろうと思ったんで、どこが来ても本当に、ホームの、皆さんの大声援の中、プレーできるっていう心強いアドバンテージがあるんで、それを本当に力に変えて、自分たちが、プレーするだけだと思ってるし、頑張りたいと思います。昨年は本当に、悔しい結果に終わって、残念な気持ちだったんですけど、今年はまたそのリベンジができる機会に恵まれましたし、ホームの大声援の中プレーできるということで、とても僕たちも、心強いんで、一緒に戦って、絶対に、J1 に上がりましょう。入れ替え戦はやっぱり下のチームが上のチームに向かっていくという構図が明らかにある。プレーオフは、同じ J2 でやってたチームで、戦うことで、例えば、うちがそうなんですけども、3位になったチームはほんの少しですよ、ほんの少しになれなかったという悔しさがある。6位のチームはプレーオフに入れたという、お得感があるような、そういう構図がもしかしたらあるのかもしれない。決してそれがその勝ち負けにの理由にするつもりはないんですけども、あえて言えばそんな状況はあるのかなという気がします。 J1 に上がるためにですね、我々も頑張ります。皆さんの力も必要です。ぜひですね、力を貸してください。みんなで J1 行きましょう。よろしくお願いします。